あら、可愛い子ちゃんじゃない。会えて嬉しいわ。まさかこんなところで会うとはな。私もリサと同じ気持ちだ。もうこんなところでなんて。酒場は体を休めて楽しむにはぴったりの場所なのよ。はあ、可愛い子ちゃんには想像できないでしょうね。私がどれほど苦労して仕事に追われているジンを椅子から立ち上がらせたことか。それにまだ来たばかりなのに、ジンたらもう心配した表情をしているし。リサ、そうだな、ジン団長は代理団長だし、騎士団のことが心配になるのも仕方ないよな。でもせっかく来たんだから楽しんでけよ。ほら、こいつに美味しいドリンクを作ってもらえ。飲めばきっと気分も明るくなるぞ。ふう、息抜きの仕方を学ばなきゃいけないのはジンだけよ。可愛い子ちゃん、ロマンティックオーダーを一杯いただけるかしら。サイズはミディアムで甘めにしてちょうだい。ジンは何にする？ああ、私はコーヒーでいい。同じミディアムサイズで頼む。ジン団長、普段からコーヒーばっかり飲んでるし、たまには他のにしたらどうだ？ありがとう。だがやはり眠気を覚ますようなものが飲みたいんだ。あ、頼む。あら、この甘さちょうどいいわ。ああ、コーヒーもコクがあって苦味もちょうどいい。リサが言ったことを私も理解はしているんだ。え？最近自分の足りない点をよく反省することがある。仕事の効率も能力もあらゆる面で改善の余地があると。私のストレスがきっと知らない間にリサにも影響を与えてしまっていたんだろう。え？そうね、ほら、可愛い子ちゃんだって分かっているみたいよ。あなたがあまりにも疲れた顔をしていたから、一緒にお酒やお茶を飲んで楽しいことで息抜きをしようと思っただけ。それなのにここでもあなたは仕事のことばかり考えているんだもの。そんなんじゃ私だって悲しくなるわ。ずっと気を張り詰めていたらいつか倒れてしまうわよ。君もそう思うのか？はあ、どうやら息抜きすることを学ぶのが私にとって一番の課題のようだ。ああ、仕事をするときはしっかり仕事をして、休むときにはゆっくり休む。わかりやすく言えばお前ら二人を足して2で割ったような感じがちょうどいいな。なるほど。ありがとう。酒場は飲み物を飲むだけでなく気分まで明るくしてくれる場所だったのだな。だからリサとガイアは酒場が好きなんだろう。ええ、そうね。でもそれはバーテンダーが誰かにもよるわよ。今日は可愛い子ちゃんのおかげでジンを説得できたわ。あなたの口がとても上手だからでしょうね。それじゃあ私たちはこれで。機会があればまたここに来て息抜きをしようと思う。